皆さんこんにちは。今回は視聴者の方からいただいたご意見ご質問にお答えします。最後に動画の中に出てきた視聴問題の答えを公表します。どうぞ最後までご覧になってください。アンプの音に位相は関係しないのでしょうかというご質問です。これは関係しません。位相がどれだけ歪んでも聞こえる音は同じです。位相歪みの例を見ていきましょう。これはアンプの特性を位相まで測った結果です。アンプの周波数特性がフラットでも位相はフラットでないのが普通です。位相歪みがあると波形が原音と違ってきますが、耳に聞こえる音は同じです。音のイコライジングやスピーカーのネットワークを自由に設計できるのは、位相歪みが音に影響しないからです。ただし、位相歪みが振幅に影響したり、左右で位相が違う場合は、音に影響しますので注意が必要です。イコライザーやアンプの位相歪みはないのが理想です。音に関係しないからどうでもいいというわけではありません。無意味な過剰スペックも趣味の世界では大切な商品価値です。アンプの過渡応答は考えなくていいのですかというご質問です。過渡応答はいつもご覧いただいているこのグラフからわかります。周波数特性、つまり F 特がフラットということは過渡応答に遅れがないということです。この例ですと 100W まで遅れなく追従します。実際に測った結果をご覧いただきます。これは0からいきなり 100W を出した結果です。上が入力の波形、下がアンプの出力です。入力の変化にきっちり追従していて遅れがありません。図で表すとこんな形です。周波数特性がフラットなものに階段の信号を与えても出てくるのは同じ階段です。このアンプに遅れはありません。階段の傾きをスルーレートで表現する場合があります。このスルーレートは十分です。遅れがある場合はこうなります。こんな風に遅れがあるとそれが周波数特性に現れます。この場合は広域がドロップします。この2つは全然違って見えますが、同じものを違う見方をしているだけです。片方が分かればもう片方は計算で出てきます。フラットなら遅れがないということだけ知っておけば、周波数特性を確認するだけで十分です。アップコンバートすると音は良くなるのでしょうかというご質問です。アップコンバートの最良の結果は変わりなしです。悪くなることはあっても良くなることはありません。ギザギザの部分が滑らかになるという説明がありますが、問題のギザギザはもともと人間の耳に聞こえません。つまり一番左の状態でも人間には真ん中のように聞こえます。聞こえないギザギザを滑らかにしたところで、普段聞く音が滑らかになることはありません。周波数をアップコンバートしても、新しい情報は追加されません。CD をハイレゾにしても、中身の情報は CD のままです。失われた波形を予測して広域を伸ばしても、聞こえないので関係ありません。アップコンには弊害があります。それは音を悪くすることです。44.1kHz を 96kHz にするとか、整数倍でないアップコンをするとデータの感覚が歪んで音が悪くなることがあります。データの感覚が歪まないアップコンはハードに高い能力が要求されます。大抵はできるだけ揃えてお茶を濁しています。振幅のハイビット化はあまり意味がないと思います。
音量 1W のダイナミックレンジはせいぜい 16bit ですから、これを 24bit にした結果を体験するのは困難です。ボリュームを最大にしてスピーカーに耳をくっつければ、曲の終わりの最後の音が消えるところがわずかに自然に聞こえるかもしれません。スピーカーの口径が大きくなるほど動いている感性を止めるのが大変になりますが、スピーカーの感性を止めるのにアンプの出力や電源の能力は関係しないのですかというご質問です。これは関係しません。このことは簡単に実験できます。アンプを外してスピーカー端子をショートしてコーンを押してみてください。端子をショートするとコーンが動きにくくなって振動しなくなります。これがスピーカーの感性を止めている力です。この力はスピーカーの磁気回路で決まっています。アンプにはダンピングファクターというスペックがあって、これが感性を止める力に関係します。ダンピングファクターの実態は単なる抵抗です。ダンピングファクターが高いアンプを使うということは、できるだけショートに近い状態をスピーカーに提供するというだけです。アンプから何かパワーが出て感性を止めるわけではありません。感性を止める力を大きくしたいなら、ダンピングファクターが高いアンプを選ぶだけです。それで止まらない振動はスピーカー側の問題になります。周波数特性がフラットなものをスピーカーを通さないで聞いたら、違いがなくて当然ではないかというご意見です。周波数特性がフラットで歪みやノイズが聞こえないレベルなら音に差はない。これはごく普通の結果です。ではスピーカーをつないだらどうして音が変わるのか、これについてはこんな意見があります。スピーカーは抵抗負荷と違います。サスペンションのバネや慣性や逆起電力があります。これらの影響を抑える性能がアンプによって違うから、アンプを変えると音が変わるというご意見です。これはまさにその通りです。これらの影響を抑える性能がダンピングファクターです。スピーカーの影響で音がどう変わるのか、これはスピーカーのインピーダンス特性から正確に予測できます。スピーカーをつないで聞いてみないとわからない話ではありません。ちなみにダンピングファクターが十分高ければ、スピーカーの感性や逆起電力の影響を無視できます。最近ご協力いただいた聞き分け問題を使った調査によると、ダンピングファクター40あれば9割の方がスピーカーのありなしを聞き分けできないことが分かっています。スピーカーを通した時の音の変化はダンピングファクターに関係するだけですから、この数字だけ押さえておけば十分です。この現象について動画を作りましたので、詳しく知りたい方はご覧になってください。原音とは何ですかというご質問です。原音というのは基準になる音のことです。オーディオ機器の原音はエンドメディア、つまり CD やレコードのことです。オーディオ機器は基本的にエンドメディアの忠実再生を目指して作られています。録音現場では生の音が原音になるでしょう。私が作る視聴問題の原音は音楽ソースの音です。それでは動画の中に出てきた視聴問題の回答の続きを公表していきます。最初はこの動画です。原音と AQ、AB 級の音を聞き分ける問題でした。この答えは次の通りです。ソニー S マスターの音を聞き分ける問題でした。この答えは次の通りです。
強力な電源の音を聞き分ける問題でした。この答えは次の通りです。アンプの視聴問題はどんな印象でしょう。どれもこれも違いがないではないか、このテストはやり方がおかしいのではないかという意見も出てきました。動画の視聴問題はアンプの音を正確にお伝えするために次の3つの要因を排除しています。現実のアンプは左右で音量が違いますので、構成信号を一緒に録音して原音とぴったり揃えています。この3つを抜いて聞いてみたら違いがないということは、この3つがアンプの音の正体だったということかもしれません。ご視聴ありがとうございました。